アマミトゲネズミは、月詩目ネズミかトゲネズミ属に分類される、月詩類。日本固有種。模式標本の産地は、墨尾村。アマミ大島南東部に多いが、北東部の達郷町にも隔離分布する。体長8.9から16センチメートル。尾長6.1から13.5センチメートル。背面は黒や大がかった、高褐色。面は、白色。 光外公は、上学、第二級子の中央部か、より前方にある。あと足長24.5から3 3トル染色体数は 2n イコール25で、性染色体は X オガだ。Y 染色体は、X 染色体に転座したか、SRY 遺伝子なども含め消失したと、推定されている。以前は、トゲネズミ属は、 トゲネズミ特大やアセメンシスのみで構成されていた。1943年に沖縄島にも分布するとされ、1946年には沖縄島の個体群が亜種として記載された。1977年に徳之島にも分布するとされた。1989年に奄美大島、沖縄島、徳之島の各個体群では、染色体数、沖縄島では、 性染色体の型も異なることから、それぞれ別種であることが示唆された。1993年には、沖縄島の亜種とされていた、個体群に対し、独立種、沖縄トゲネズミとして分割する説が提唱された。2006年に、徳之島の個体群を、頭蓋骨や毛皮の標本の比較から、各計測値がより大型であるとして、独立種、 特の島とゲネズミとして分割する説が提唱された。ミトコンドリア DNA の制限酵素切断型、リボソーム DNA の分子系統学的解析から、特の島とゲネズミとは600万から200万年前に分化したと推定されている。種内では、ミトコンドリア DNA 制御領域の全長を用いた解析では、ハップロタイプ多様度はやや高いものの塩基多様度は、 低いと推定されている。12のハプロタイプに分かれると推定され、中間のハプロタイプが消失していることから、過去に何らかの原因で、ボトルネックが生じ現在までに回復したと推定されている。イジュやウラジロガシ、スダジーからなる、常緑紅葉樹林に生息する。夜行性。234.46平方メートルの行動圏内で生活し、 オス同士では行動権が重複することは少なく、メス同士では重複することが多い。1日あたり平均20.07メートルを移動する。食生は雑食で、スダジーの果実、サツマイモ、アリなどを食べる。捕食者はハブが上げられるが、ハブに対しジャンプで攻撃をかわす。体を低くしけを逆立てる姿勢を行う。1959から1964年に、 行われたハブの捕食調査では、哺乳類796例のうち、本種は3例のみだったとする報告例がある。繁殖形態は耐性。10から12月に1から7頭の幼獣を生んだ例がある。1950年代からの産地開発、森林伐採による生息地の破壊、野犬や野猫、フイリマングースによる捕食などにより、生息数は減少していた。 2004から2005年、2010年の捕獲調査、2005年以降の環境省のマングース防除事業に伴う調査でも生息地での継続的な生息が確認できている。マングースの駆除により生息環境は安定し、個体群は回復傾向にあると推定されている。日本ではトゲネズミとして1972年に国の天然記念物に指定されている。 絶滅危惧 I ビール環境省と日本動物園水族環境会は2017年野生の個体を動物園で飼育して繁殖を目指す生息域外保全事業に着手。同年1月に捕獲された甘みとゲネズミは埼玉県子ども動物自然公園、恩師上野動物園、宮崎市フェニックス自然動物園の3施設に移され、 このうち宮崎市フェニックス自然動物園が2018年9月15日に繁殖を確認したと同年10月に発表した。これに先立って日本の宮崎大学で4年以上の長期飼育に成功した例がある。ありがとうございます。